はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回は XQR ロボティック、こちらやっていきたいと思います。これね、めちゃくちゃ強いんですよ。めっちゃ強い、マジ強い。でもバラティバーグの連射、まあ攻撃力近づけて、まあ連射ちょっと落ちてるけど、これより扱いやすくなったってのがロボティックみたいな感じですね。ロボティックの方が扱いやすい。まあ一応ライフリングバレルをつけることによって、まあこういう風に個性を出すこともできるけど、個人的にはバーストバレルを使ってもっと特化させてあげたいね。というわけで今回はこちらのものを使っていきます。合成はこのジャングルハンターかを確か全部入れただけです。確かこれをずっと入れてました。連射力が高いんですよ。なので MK チャージジャングルハンターを入れて、まあ、強くしてあげたような感じです。非常に強い。で一応カスタムはバーストメカニズムシリコンということで鉄板のものになっております。まあ人体でもいいですね。どっちでもいいです。これどっちのが鉄板かな。人体入れておくか今回。とりあえずマイナスついちゃうしね。というわけでやっていきたいと思います。はい、それでやっていきましょう。本当にね、まあ、何でもできちゃうというか、まあ、使いやすくて強い。非常に優秀な XQR。ね、今見たくね。お、ほら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 、もう一回いけ。さあ、味方をこう、素早く回復させるだって、ここのあたり、あ、このあたりもでき、ええざけんなよ。めちゃめちゃ食うんだけど。叫んじゃうから、マジ俺。グレで死ぬときが一番つれんだからよ。あ、見ないで。あー、まあ、右にもいるというね。ただ、今の一瞬であんだけ削ると、遠距離の敵に対しても2割以上持ってってるというデータが見れますね。素晴らしい。危ねえ。いや、そこはちょっと射程のなさが感じる部分なんだよね。まあ、ライフリングすればね、それがなく、少しはなくなるけども、まあ、ライフリングしたところでバーストバレルじゃないと連射力がなくなるので意味がないよねという早口言葉。さあ、まとめて倒していく。これが XQR の強さ。これは本当にね、気持ちいいですよ。この武器ならではの。はい、俺が前行くわ。任せろ。あー、すごい、飛び出してきてた。任せろ、任せろ。あれ？ちょっと俺移動するからな。やばい！いやー、削ったんですけどね。頭に入れてなかったんですよ、今。頭に入れてることができればしっかり削れてたんじゃないかなと思えるシーン。うーわー、ここ初代ヘッショからはないわ。ちょっと決め打ち初代ヘッショはどうにもならないと思います。じゃあ本当にね、まっすぐ飛ばしてくれ、飛ぶ武器だから優秀ですよ。あー、ごめん、言ってるそばから全弾外すっていうね。フラグの回収率だけは一丁前。さあ、きっちり落としてきました。よし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 。この、あ、そう、暇な時間さえあれば回復すから。任せてほしい。え、ちょ、待って、敵入りそうなんだけど。はい、べ。世の中なんとかなる精神だからね。いやあ、危なかったです。あー、左いる。これ多分もしかしたらお隣さん同士になってたかもしれないね、今ね。そんな気がするよ。すごい。同棲してる。さあ、強いんじゃない今のは。あ、ちょっとこれ取っちゃおう。俺が決めよう。ああ！いや、でも強い。十分、十分。十分、十分。はい、行きましょう。失敗しても成功しても天国。さあ、ダクトラッシュ。行きましょうか。トゥ。はい、見られた。すばない。さあ、すごいよ。これはすごいよ。あれ？さあ、あとはあそこだけですね。さあ、7人倒しましたね。すごいね。近年稀に見る凄さ。そして、ほとんど4発落としができてるという。これ、非常に優秀なとこですね。もう、これでいいんじゃない？もう、爆破。もう、これ以上は、取れ高ないと思いますよ。もう、いいと思いますよ、これ。あと、皆さんにお任せしましょう。
やぶねえ。リロードしてる方をちゃんと今確認したよ。そっちじゃねえなって。あれミスると撃たれるからね、横からね。いやー、非常に頑張ったと思います、今のは。我ながら褒めていただきたい。さあ、回復していただきたいものはいたね。回復するよー、回復するよー、チュン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 って。え、いるの？リロード。さあ、あとはもう死ぬだけだからね。後ろ？ああ、素晴らしい。これもやっぱね、十分だね。この間のゴールデンドリルと比べたらすごいね、頭入れて4発落とすような武器だったね、あっちはね。この武器頭入れて3発落ちてますから。その点考えると素晴らしいと思います。運泥の差だね。ああ、強い。やっぱりちゃんと頭入れて3発落とし。これでできてますね、非常に。さあ、頑張りたい。これは後からダクトラッシュ、後からダクトラッシュいきたいね。ちょっと味方がもうすでに準備に入った。え、なんで、なんで、これはまずい。ちょっとスモーク入れておきましょう。くそー、嬉しいわ。手榴弾投擲。いいセンターいますよこれ。やられた。あぶねえ。もう一人いるんだよねこれ。でかい。味方が撃たれた。さすがに無理だった。さあ、守りでございます。2-2、いい勝負してますね。よし、こうサプレッサーつけてね、戦えるってのは本当選択肢広がっていいよね。手榴弾強敵。ここにグレネード置いとけばね、この間通れないから。さあ、見えませんね。さあ、しっかり100落とし。マガジンチェンジ。火力の高さ、射程の良さ、連射力の良さがちゃんと出てますよね、これ。これも100落とし。ノロノロとちょっとビビったけどね、あの出方は。リロード。本当にシャープレッサーがね、優秀なんですよ。手榴弾投擲。手榴弾投擲。あー、危ねえ。ギリギリ。いい武器ですね、本当に。ダメージがいい。連射力もいい。扱いやすい。本当に扱いやすい。だから MP7 のブラッティバッグが苦手な方は、本当にこれでいいような気がする。ちょっと不穏な空気がありますよ、これ。だこの距離でもやれる、この武器なら連射もいいし軽くもあるんでやれなくはない。さあ、後ろからさっと出て、さあ落とせるのがでかいんですよ。ナイスですね。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。いやー、ほんと強くて楽しいよね、やっててね。 21.5 の2ということで、だいぶだいぶね、ダメージも20超えちゃってるからね、これね。
だいぶこの武器の強さこう体感できてますけど、非常にいいですね。これはすごい無敵のマイキーすごいね。さあ大丈夫、ああうまいね、そのそれは上手だね。さあ見えませんと、今来る、さあこれだけはしっかりやりましょうと、まあ、やられたらやり返す、これを繰り返していくのがやっぱねこのゲームで FPS ですから。昔教えられたんですよ、昔のランカーの一人ね、アバじゃないけど、ほんと FPS ってのは一人やられたら一人をやり返すゲームだからねって教えられたんですよ。さあ頑張っていきましょう。コールオブデューティで夢だったね、その人は。確か。アイアンさんっていうね。昔の人なんですけども。まあ、ぜひぜひ。興味がある人は。おー、終わってしまった。調べてみてください。というわけで、ありがとう。ありがとう。素晴らしい。はい、というわけでね、非常に強いロボティックでございます。これね、本当に改造もそんな難しくなくて、強いので、ぜひぜひね、XUR のロボティックなんてそんな高くないよね、おそらく今。どうでしょう、見てみましょう。ほら、この値段だよ、この値段があんだけ強くなんだぜ。これはみんなね、買い時でしょう、ということでね、ぜひぜひ、買ってあげてください。で、これ買って、MK18 の、ジャングルハンター、これですね。ほら、これも安いでしょ、ほら、すごく安いんですよ、これ、ジャングルハンター。もうね、一番安いもの、もうフロリアンはちょっとね、火力低いし、射程も短いんで、射程も短いじゃない、連射力がそこまで高くないでしょ。あ、いや、フロリアンでも、確かに。ちょっと、あれだね、ちょっとこれは分かってなかったけど、あれだ、フロリアンでもいいわ。確かに、これは。でも35なんで、火力低くなっちゃいますね。なんか個人的には、ジャングルハンターどうせ38万ユーロなんで、これを例えば3つ買ったところで、ね、100万でしょ。で、さっきの XQR で80万くらいだから、まあ、200万くらいだったらできるんじゃないかなっていう、結構お買い得で安いものなんで、ぜひね、皆さん、勝手に作ってみてください。というわけで、今回はここになります。お疲れ様です。